魔界水軍の本陣総会の浜では末高房土方歳三対藤原の住友俵の藤太が戦っていた。そこに安倍の生命魔界少女剣が現れ、高房たちは何者かによる偽の書状によって騙されていたことを知る。死の丘ではウジェニーとお市の方により冥界の兵が召喚され馬頭が襲われる。前田刑事により救われた霧隠れ才蔵であったが、真田重雄氏の元に戻るといい、鶴姫と才蔵の戦いが始まる。猿富佐助、三好政界の介入により鶴姫たちは倒され、才蔵は真田重雄氏たちと共に去っていってしまう。風の里にいる日野富子、山崎進、魔界衆たち、そこに里見八犬士の一人である犬山道雪が現れ、真田正幸率いる真田重雄氏も現れる。さらに残りの里見八犬士も現れ、葵をめぐって真田重雄氏対里見八犬士の戦いが始まる。黒の谷では名古屋三三郎の前に高山右近、お市の方率いる冥界軍が現れ、三三郎を冥界に勧誘する。そこに出くわした滝夜叉と越智康成は三三郎と手を組み冥界軍と戦う。三三郎たちのピンチに鶴姫、ジライア、木戸丸が現れ、なんとか冥界軍を撤退させることには成功するが、冥界軍が操っていた右近は瀕死となってしまうのであった。